ゴルフネット TV をご覧の皆さん、プロゴルファーの安田優香です。プロゴルファーの坂田正樹です。今回は私がやっている練習法を紹介します。そこで私が解説いたします。ぜひご覧ください。まずはジャイロスイングを紹介します。ジャイロスイングは小さい頃から取り入れている練習法で今でもしています。ジャイロスイングはこれよりもう少し低い手を使うんですけど、足をちょっと斜めに開いてもらって、こうやって打ちます。少しドローのボールが打てたらいいんですけど、右に行ってしまうときは体が開いてしまったりして、左に巻き球が出てしまうと時は手打ちになってしまっていると思うので、これでまっすぐ打てたら上出来かなと思います。今打ってもらったジャイロスイングなんですけれど、基本的にどういう動きをするかっていう説明をしたいと思うんですけれど、ジャイロスイングってその言葉の通り、ジャイロ要するに回転運動ですねっていうことなので、スタンスをこうやって縮めることによって横に対するウエイトシフトとかいうのじゃなくて、その場で回転するっていう運動になります。なのでちょっと一回構えてもらっていいかな。でこの状態で例えば横にスウェイする、はい、ってなると当然バランスが崩れちゃうので、戻ってその場で上げる、でそのまんまフィニッシュも同じような形を取るっていうのが、このスタンスを縮めることによって打てるというジャイロスイングです。今アイアンを打ってもらいましたけれど、これがドライバーであるもそうですし、スリーウッドにしろ全部の番手でも、この坂田塾のこのジャイロスイングっていうのは一貫性の振り方なので、振り方は同じなのでドライバーも同じようにやってください。ぜひやってみてください。次に私がやっている練習法はショートスイングです。スイングの中でも3時から9時のスイングはとても大事だと思うので、試合の時に悪い時とかに調整をしています。ショートスイングのやり方はアドレスは普通に構えてもらって、3時から9時の間で打ちます。ショートスイングなんですが、ショートスイングというのはこの3時と9時の間で振るっていうところなんですけれど、トップというのはだいたいここら辺で上げてもらえば、極力ノーコックで上げてもらってそこでいいです。ただ重要なのがフィニッシュのこのクラブの場所ですね。場所がものすごく重要なところで、じゃあちょっと一回フィニッシュを取ってもらって、フィニッシュを取ってもらった時にこのクラブが立つ立たないで球筋が一気に変わります。クラブを立てるっていうことによってドローボールっていうのを必ず打たせるように、もうちっちゃい頃からそうさせてるん で彼女も基本的にそこでもう覚えてきてるんで、もういいよ、はい、で彼女がその行き詰まったりとかいう時になったら、多分そのインパクトからフォローにかけてのヘッドの使い方っていうのをそこで思い出してると思うんです。なのでやり方としては、打った後にクラブを立てる、ここが一番肝心なところなので、実際見てみて3時9時じゃないよっていうのが多分見れると思うんですけど、基本的には3時9時で覚えてもらいます。
であくまでもやっぱトップは3時ではできると思うんですけど、フィニッシュにフォロースルーに向かっていくとクラブっていうのは加速していくんで、そこに対して遠心力が生まれてきてってなると、ここで止めるっていうのはちょっと難しくなってくるので、そこら辺は9時で止める意識は持ちつつ少々なりとも行くっていうのは大丈夫です。ショートスイングをするにあたって坂田塾では6番アイアンで打ちます。ですが今もうこのご時世になってアイアンっていうのがどんどんロフトが立ってストロングロフトっていう形になってきてるので、そこは7番アイアンでもいいかと思うんですけれど、君はどれで打つの？私は基本6番7番で打ちますということなので、まあ、そこら辺は仕切りなしで6番7番、まあ、そこら辺であれば形は作れると思いますので。次に私がしている練習法を紹介します。とトップで間をトップで止めて打つ練習をしています。試合とかで打ち急ぎがあったりタイミングが合わないときに練習、朝の練習とか、まあ、終わってからもなんですけど、まあ、よくしている練習法です。ここで止めて打ちます。今間を取るっていう打ち方してたけど、その間を取るっていう打ち方はそのただ単にクラブをここで置くっていうことじゃなくて、いろんなことにもつながるもあると思うんだよね、はい、でそれ例えばその練習場とかでも、例えば鏡があるとかドアとかを比例させ、その反射させて自分がそのクラブがどこ向いてるとかいうところも確認も取れる、はい、確認できますだよね、はい、だからいろんな、まあ、その人のそれぞれやっぱりその間の取り方っていうのは違うだろうけど、やっぱりそういう確認もできるってところにいろんなメリットがあるってこともあるんだよね、はい、後ろにそのスマホで動画を撮ったりとかしながら、でその確認を取りながら動画を撮りながらっていうふうにやると、はっきりと自分でいいとこ悪いとこクラブの角度っていうのが見えるようになるから、まあ、おすすめの練習ではあるよね、はい。次に私がしている練習法を紹介します。とインパクトでを大事にしているので、インパクトの形を作ってもらって、こうやって打ってます。結構難しいので、難しいって思った方には、まあ、形を作ってこのまま一回こういう風にして打ってもらうといいと思います。やってもらった、下半身をこの先に行かせて、で上半身残せてやっていくっていうやり方っていうのが、結局その下半身を先にフィニッシュの方に持っていくっていうことで、まあ、一つ言えるのがクラブの持っていく出ていく方向っていうのを持っていきやすくなる
ていうので、ここら辺がもう全部オートマチックで持っていきやすくなるっていうふうにつながるのかなっていうふうに今見えたんだけど、どうなんかな。はい、その通りです。だから結局その下半身の今の動きっていうのがちょっとずれちゃうと、要するにそのフォロースルーのクラブの持っていき方の方向もずれるし、そこら辺っていうのは自分でちゃんと明確にこの場所っていうのを決めてそこに持っていかないとできないってことなんだよね。はい、彼女のいいところがもうインパクトでもうここまで行くんですよね。なかなかここまで行かないんですよ。僕とかでも多分下半身ここら辺までで止まっちゃうけど、彼女ここまで行くっていうのは多分その日頃やってる練習がそういうところでちゃんと生かされてるのかなと。次の練習法を紹介します。練習法はクロスハンドで打つことです。普通にスイングするときとかにダフってしまったり、右肩が下がってしまうと、当たらないので、このクロスハンドをしてしっかり打てるようになったら、スイング中の悪い動作もなくなるかなと思います。あと平行に肩を回す練習法にもなるので、すごいいい練習法かなと思います。球はまっすぐ行くのがいいと思うんですけど、クロスハンドをして右に行ってしまうと、右肩が下がっているので、左に行く時も右肩が出てしまって、右手で打ってしまっているので、これでもまっすぐ打てるようになったらいいかなと思います。私は基本はアイアン6、7、8を使って打ってるんですけど、どのクラブでも打てるかなと思うので、ウッドは少し難しいんですけど、アイアンがいいかなと思います。やってたクロスハンドの練習法っていうのは正直今初めて見たんだけど、今俺打ってみたけどできなかったのよね。でなんでかって言ったら、多分俺コック使っちゃうのよ。で多分パターンもそうだけど、パターンのクロスハンドっていうのもこのコック前提じゃなくてノーコック前提で打つから、多分それをショットの練習として取り入れてんのかなと。はい、でコック使わずに体の回転もしくは体のぶつけ方で打ってるっていう練習法でいいのかな。はい、あと君が感じるのってどんな感じ？と私がいつも癖で出ているのは、右肩がやっぱ勝ってしまって出ているので、そういう時にクロスハンドで練習をします。ぜひやってみてください。